ヒカキンラーメン屋さん始めたの？そうなの？へぇー。それ、味噌菌って名前なの？いいね。カップラーメン？それとも店舗？どっち？これ？あ、カップなんや。へぇー。最近あったさ、発表ってそれ？ちょっと前に動画しばらく休みますみたいな。なんか重大発表ありますみたいな。なんか結婚するんじゃねえかみたいな言われとったやん。あ、それなんや。へぇー。意外やない？なんか。そんなんで休止するんや。なんかだって別にさ、もうヒカキンって死ぬほどそういうこと やってない？なんか別に。ね、なんか別に CM 出たりテレビ出たりさ、カップ麺の準備で休むんや。めっちゃ意外やわ。ね、普通に結婚とかかと思った。あ、本人、夢やって、カップ麺出すのが夢やったけど？へぇー、なんかいいね。よくない？なんかさ、あんだけさ、死ぬほど金うなるほど持っとってさ、YouTube のさ、中でもう派遣握っとってさ、王でさ、そんなやつの夢がラーメン作るのが夢ってよくね。なんかそういうのやない？結局ヒカキンのすげえとこってさ、そこやない？すごいわ。なんかそれ俺らにはねえよな。それが夢なのがなんかすごい。俺の夢はやけん、そのあの、マジックミラーで囲まれた女湯を作ることやし、ほらもう全然違うやん。これが普通に俺の夢やけん。でも俺の夢ってもうこんなんやけん。俺はラーメン作るのが夢とかいう、その可愛い夢じゃない。マジックミラーで囲まれた女湯を建てる。それが俺の将来の夢。そう。最高やろ、お前ら。マジで応援してほしい。俺が選挙で当選したら、マジックミラーで囲まれた女湯作るけん、俺に一票入れてくれん。マジ頼む、ほんと。マジ、日本中の男が俺に一票入れてくれたら、俺余裕で受かると思うじゃん。俺これをマニフェストに掲げていくわ。俺が出馬するときはな、これにするけん。世界中の銭湯をマジックミラーにします。女湯のみ。で、これ、でっかーいマニフェスト掲げていくわ。よろしくな。